サイオンオーガナイザー2サイオンオーガナイザーはイギリスのサイオンが1980年代に開発発売していたポケットコンピュータのブランドである。オーガナイザー I とオーガナイザー2はアルファベットが配置された66キーボードに高価プラスチックのスライド式カバーが付いたデザインであった。オーガナイザー2は電子手帳や検索機能付けアドレスデータベースを備え 世界初の PDA とみなされている。現在では、採用による消費者向け携帯端末は生産されて、おらず、産業、商業向けのデータ収集アプリケーション用ハードウェアとソフトウェアの専業会社となっている。ポケットサイズの携帯型コンピュータのパイオニアであり、EN、ザ・ガジェットショー、2009年3月30日放送では、ブラックベリーの対抗馬として、 番組内で電動入りの対抗馬として取り上げられた。2017年現在も、この機のためのソフトウェア及びハードウェアの開発が行われている。サイオンオーガナイザーは1984年に発売され、世界初の実用的ポケットコンピュータである。0.9MHz、8ビットの日立 6301K、プロセッサ、4KB のロムと 2KB の SRAM、 そして、一行の白黒 LCD スクリーンを備えていた。ケースを閉じた時のサイズは 142-78-29.3mm で、重量は 225g であった。バイト氏によるレビューでは、オーガナイザーのソフトウェアは、うまくデザインされており、高速で誰でも使えるようになっていると、評されている。また、すべてのアプリケーションで一貫した、ユーザーインターフェースによって、 説明書を読まなくても15分で、プログラム以外は使えるようになると記事には書かれていた。この機は、単純なフラットファイルデータベース、計算機、そして時計を備えており、OS は搭載していなかった。ストレージは、交換可能なライトワンスリードメニ認識のエプラム、ストレージであった。このデータを書き込めるダタパックと呼ばれるメモリモジュールを2つ搭載することができたが、 データの消去して再使用するには、これらを取り外して、紫外線の照射をしなければならなかった。サイオンは、エプラムをストレージとして利用する技術に特許を取得していたが、このようにデータの書き換えが不便であったため、他のメーカーには採用されなかった。ダタパック上にインストールされたソフトウェアには、ポプレと呼ばれた、完成度の低いプログラミング言語があった。 この言語を使って、エンドユーザーは、この機上でプログラムを作成し、走らせることができた。サイエンス、マススファイナンスと名付けられた、ダタパックソフトウェアは、ポップル言語エディタ、インタープルタ、ランタイム、および名前付き関数を追加することで拡張できる、ビルトイン計算機を含んでいた。また、ダタパックは、ポップル言語で書かれたその他のアプリケーションも含まれていた。 より洗練されたプログラミングツールは後にホース言語によって実装され利用可能となった。しかし、これはエンドユーザー向けではなく登録されたプロの開発者向けであった。このオーガナイザー愛向けサイオン、フォースデベロップメントシステムはホースコンパイラを含むホース言語のアプリケーション開発のための IBM PC に基づいた強力なクロス開発ツール群であった。 オーガナイザー愛のためのホースシステム自身は、中間コードへのコンパイラ、インタープルタ、ランタイムを備えた。またその他に、珍しい設計機構も持っており、ダタパックはエクセキュートイン、プレイスメモリをマップされないにもかかわらず、ホース中間コードをラムへコピーすることなく、ダタパック上で直接解釈できた。発売後に、サイオンによって開発されたオーガナイザー、 iProject 向けのアプリケーションは6 3 0 1アセンブラ、ポ l e そしてカスタムデザインの独自言語で書かれた。サイオン独自に開発されたアセンブラ言語は、クロスコンパイラやリンカを含むクロス開発ツール上で実行できた。これらはすべて d e c ックスで利用することができた。6 3 0 1アセンブラによってプログラミングをする必要があったアプリケーションレベロッパーは、 ラムサイズが小さく OS を備えていないシステム格闘することとなった。その他の困難はメモリへのアクセスがランダムアクセスではなくシリアルアクセスであったなど最初のダタパックの性能が低かったことであった。例えばダタパックから2000バイト目を検索するには現在のリードポジションからアドレスを一つずつインクリメントするハードウェアコマンドをポジション2000に到達するまで マイステップごとに続けて発行しなければならない。最悪の場合は、リードポジションを0の位置にリセットして、ステップ、フォワードコマンドを2000回発行しなければならなかった。ひたち6301プロセッサは、モトローラ6801ベースに改良を施したもので、CMOS 上に実装されていた。さらなる命令セットや、様々なハードウェアシステムオン、シングルチップ機構、 電源管理とスリープ状態のサポートなどが追加されていた。特定のバージョンでは、チップ上に4基部のマスクロムを備え、外部ロムはボード上に必要ではなかった。完全な SRAM とその状態を失うことなく、クロックをフリーズさせることができるプロセッサーを備えていたということは、そのバッテリーの持ちが長かったということを意味し、数週間から数ヶ月持った。 バッテリーの消費が少なかったのは、プロセッサが必要ないときはフリーズさせることができたことと、ディスプレイをオフにできる、さらなるスリープモードを備えていたことのおかげである。この機は、完全に独立なバッテリー駆動のリアルタイムの時計と、カレンダーを備えていなかったが、代わりに、単純なハードウェアカウンターを備えていた。マシンのスリープ中は、そのカウンターが1 2 4秒を数えてから、 一瞬だけマシンを起動させることでソフトウェアが1024秒をラム内の時間に記録することができた。つまりスリープ中にも17分4秒ごとに一瞬マシンが起動されていたと。1984年発売当初の価格は99イギリスポンドまたは199カナダドルで一つのダタパと一つのソフトウェアダタパックそしてユーティリティパックが含まれてきた。 これは後に化学関数と三角関数が通常の計算機に追加された。サイオンオーガナイザー2とそのカバーサイオンオーガナイザー 2XP&LZ モデル。背景は 5cm 四方のマスメスサイオン。オーガナイザーのメモリモジュール。背景は 5cm 四方のマスメス1986年。性能をアップデートして2代目のオーガナイザー2が発売された。 キーボードやディスプレイの改良、より内容量のロム、8キブ、または16キブのバッテリー駆動のラム、そして新たに設計されたシングルタスク型の OS が搭載された。最初のオーガナイザー2モデルはディスプレイが2行であった。この新しいモデルは、ダタパックが様々に改良され、エプラム、またはバッテリー駆動のラムストレージが採用された。各 ダタパックは8から128基部のデータを格納できた。あとのフラッシュパックスとランペイクスは容量が拡大され最大256基部を各拡張スロットに保存できた。この機は使いやすいデータベースやダイアリー、アラームクロックなどの多くのビルトインアプリケーションを含むさらに多くのアプリケーションが作成された。さらにエンドユーザーによるプログラミングがベーシックに似た EN。 オーガナイザープログラミングランゲージで作成できた。この言語はインタプリタ式ではなく中間言語へのコンパイル式であった。より進んだユーザーは直接マシンコードを使用するかオピルからマシンコードを呼び出すことでシステムのマシンコードのルーチにへ、アクセスでビルトインアドレスデータベースを操作したり独自に作成することができた。オーガナイザー2は市販アプリケーションに広く利用された。 マークスやスペンサーなどの会社によってはショップフロアで使用された。また、イギリス政府によっては世界で初めての大規模なモバイル技術の応用となった3000台以上がイギリス政府の雇用局によって使用された。オーガナイザー2はまた拡張デバイススロットを備え、RS-232 ポートを持つデバイスなど様々なプラグインモジュールを挿入し、 他のデバイスやコンピュータと通信することができた。このトップスロットはまた、電話ダイヤルやスピーチ合成、バーコードリーダー、さらには、サーマルプリントなど、その他、数々のハードウェアの追加をサポートした。これはいくつかの銀行で、カウンター上の両替率の計算のために何年も使用された。ハードウェアの使用が簡単に手に入ったため、 多くのオーダーメイド端末が小規模な会社によって開発された。これには A、D 変換機やさらには密度と予測定期の全機種のインターフェースまでがあった。これは様々な自動車メーカーによって品質管理に用いられた。オーガナイザー2の後期のモデルはさらにハードウェアが改善され、4行のディスプレイ、32、64、 または96キブラムが搭載された。オーガナイザーの名称は、後のサイオンの携帯端末では使用されなくなった。シボファミリーサイオンシリーズ3や32ビットサイオンシリーズ5などは、クラムシェル型のデザインで、クティーキーボードを備えていた。ハードウェアアーキテクチャや OS の点では、これらは、オーガナイザーシリーズからは、全く異なっていたが、エンドユーザーのプログラミング言語は、 オピルとほとんど同じであった。シボは16ビットオーガナイザーを意味し改良型のオピル言語はシンビアン OS として後に販売されることになるものの基礎となった。シンビアンは2010年までスマートフォンで最も広く使用されたが2011年に Google の Android によって抜かれることとなった。こうして以降は新言語によるシンビアンが 開発者の主流となった。アメリカにおいて最初に同様の端末が発売されたのは1985年のことでバレリックによって製造された。ありがとうございます。